それでは123オープンでしますので、皆さん、序幕が済んだら盛大な拍手でお願いします。いいですか？それでは321オープン。ありがとうございます。この後もまた写真を撮ります。すいません、もう一回お願いします。代表の方はそちらに並んでお願いします。よろしいでしょうか？はい、それでは代表の方、ありがとうございました。私も、60数年前にこの学校を卒業して、漢字もひらがなも習ったんですが、もうちょっと忘れ気味ですので、ここに書いておりますから読み上げて挨拶に返させていただきます。本日は平山地区にとりまして、マナミヤの150周年という節目を迎えるおめでたい慶事であります。心よりお祝い申し上げます。さて、記念事業の要である記念碑の除幕式について一言申し上げます。100周年記念では創立100周年記念という碑文となりましたが、今回は防止防止防御の日となります。先生方、卒業生あっての平山賞150年の歴史であると思いとの思いだと思います。本日の除幕でお披露目ですが、この碑文の思いがこれからも引き続かれることを切に願っております。本日は本当におめでとうございました。実行委員会顧問代表古田和則、どうもありがとうございました。開式の言葉、ただいまより、150周年記念式典を挙行いたします。心よりお喜びしたく思います。創立以来、平山小学校は数多くの優れた人材を輩出して、南大町の発展とともに大きく寄与されております。私たち平山地域国民は、安全で住みやすい豊かさを実感できる地域づくりに目指しております。そのためにも、地域全体で力を合わせ、子どもたちの成長を支える環境づくりが重要であります。今後も平山小学校と連携し、皆様方の体験を通じて子どもたちが心豊かに成長できるよう支援してまいります。また地域の未来を担う子どもたちが郷土への誇りを持ち、将来は平山で暮らしたい、
地域に貢献したいと思うようになる、そのような環境づくりを目指しています。こうした活動は皆さん方の目標のことがなければ成り立ちません。今後とも学校と地域が共に歩む平和な地域の発展に向け、皆さん方のご支援をよろしくお願いいたします。本日この良き日、南谷町町長小園博康様をはじめ多数のご来賓、地域、卒業生、保護者の皆様のご臨席を賜り、学校創立150周年記念式典が開催できますことを心から感謝申し上げます。平山小学校は今から150年前の明治7年に西之表村73号村第11志向として開校しました。その後は時代の流れとともに校名が変わり、昭和22年に平山小学校となり現在に至っております。本年度の児童数は24名で、完全複式学級の3学級です。これまで本校で学び卒業した子どもたちは約2000人になるというところです。卒業生の皆様は本県のみならず全国各地で活躍されていくと聞いております。私はこの記念事業を通して皆様の子どもたちに託す大きな夢や願い、そして母校を愛し発展を祈る気持ちに強く心を打たれました。子どもたちと地域、卒業生、保護者の皆様と共にある平山小学校であることを改めて実感いたしました。このようなご奉仕やご支援をくださる皆様の思いをしっかりと受け止め、感謝の気持ちを忘れることなく、さらにより良い学校づくりに今後も取り組んでまいります。さて児童の皆さん、皆さんはこの平山小学校の150年目の誕生日に出会えてとても幸せです。この平山小学校で学ぶことを誇りとし、地域と共に歩む平山の子の言葉を胸に、自分の生き方をしっかり考え切り開いていってほしいと思います。事業報告。令和5年2月より町当局関係各課、卒業生有志の皆様、校区内外有志の方々、 PTA 役員会員の皆様、天田校長をはじめとして24名の子どもたち、先生方の真心ご協力のもと、平山小学校150周年記念授業を進めてまいりました。ここに本授業の成果及び概要について申し上げます。まず成果ですが、一つ目に、学校創立150周年の機会に、古きを訪ね新しきを知るの故事のもと、平山小学校の教育活動について考える機会となりました。二つ目に、校区民、卒業生、内外有志、PTA 会員、学校職員等総意のもと、皆で平山小学校の子どもたち、平山小学校のこれからのありようについて考え、思いをいたすことができました。続きまして、概要です。これは皆様からいただきました寄付金を、貴重な寄付金を、有効に活用させていただいた項目になります。一つ目に、先ほどお除幕式を執り行いました、防止防遊の日の本流。二つ目に、今後作成していきます、記念誌の編集。三つ目、その他、卒業記念碑の移設整備、学校の老朽施設等の撤去及び、環境整備を行い、子どもたちの教育環境の保全を進めることができました。以上、報告いたします。令和6年11月9日、平山小学校創立150周年記念事業実行委員会、
平山小学校は明治7年に開校した歴史と伝統を有する学校でございます。その間、地域のコミュニティの拠点として多くの皆様方から愛され、数々の成果と業績を残し、素晴らしい人材を社会に輩出をしてまいったところでございます。現在でも地域の郷土芸能の伝承や種子島の民謡、妖怪を町立音楽発表会で発表するなど、地域と共に学ぶふるさと教育に力を入れ、郷土愛を育む教育や、令和6年、7年度には、熊毛地区道徳教育研究協力校となり、子どもたちが道徳性を養うためのあり方について、研修を深めてまいっているところでございます。宇宙留学制度では、第3期の平成10年度から里親留学を受け入れ、そして平成29年度から始まった家族留学、親戚留学を含めた今年度の第29期生まで、全体では132名を受け入れてきているところでございます。今では全国的にも高い人気を誇っており、新設した家族留学の増によって、定住対策の一つの柱となっているところであり、家族留学用住宅、瀬戸の平山の建設により、すべての皆様に統一した環境で受け入れをすることができたところでございます。先輩方が築いてこられた足跡を顧みながら、ここで学んだ生徒の皆さんが、新しい発想で多様なニーズに応え、社会をより良い、よりよく変えていく存在として、それぞれの目指す道で活躍されることを願ってやみません。この平山の地は波を遮る入江の港があり、自然の暴風林に囲まれた田畑が広大に広がり、山間地では水面向きの傾斜を生かした根幹作りなど、地形に恵まれたところで、古い時代から海や田畑、山に囲まれた住みやすい地であったことが伺えます。このような環境を作り上げた背景には、これまでの先輩のあるいは先人の開拓や努力なしにはなし得なかったことであり、誇りある平山地区であると考えております。そんな暮らしの中で無病息災を願い、五穀豊穣を願って、楽しみを味わうといった受け継がれてきた多くの伝統芸能があります。座敷舞や川舞、大踊りなど、平山の特徴や多様性を取り入れた踊りは、他地域にない伝統を受け継いできたことも伺えます。秋祭りも盛大に行われております。これらは平山小学校でも児童が連綿と受け継いできており、運動会などで披露されておりますが、このことは地域の方々との絆を深めるとともに、ふるさとや郷土を愛する行事として大変大切なものであります。平山の児童生徒は太陽の丘に毎日登り、今日の目標を腹の底から声に出し、一日のスタートとして体操をしております。このことは元気で活気あふれる地域づくりを目指している平山地区住民へ心地よく伝わっているものと思います。また創立以来、数多くの先輩たちが学んできた地であり、優れた人材を輩出しており、
南谷をはじめ各地で活躍されていらっしゃいます。児童の皆さんは平山で学んだこれらのことをいつまでも胸に秘め、どこであっても力強く生きていく人になってほしいと願っています。特に自分の夢や目標を持ち、諦めず努力することを怠らず達成できるよう頑張っていただきたいと思います。達成した暁には育ててもらった親や地域に感謝し、少しでも恩返しできる人になってほしいと願っています。ちょうど今から80年前、この学校で校門をくぐりました。その時の校門の荒れたこと、見る影もないざまでした。その当時の父兄と一緒になんとかこの学校をちゃんとした学校にしような言いながら毎日を過ごしたことを覚えています。おかげで子供たちは立派に育ってきております。親の生き様のモデルです。これから子供たちはいろいろと苦難に会うことだろうと思います。それに打ち勝って伸び伸びと成長していく姿、それを目の当たりにする日が今そこにいらっしゃる父兄の皆様の思いだろうと思います。今日150周年と言いますけども、私にとっては本当に100年前の皆さんの姿です。この学校がいやさかにもどん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 発展し、素晴らしい姿で伸び伸びと成長してくださることを心からお願いをしたいと思います。祈ります。終わります。イレプテネ町長小園博康様、イレプテネ町町議会議長塩釜俊郎様、イレプテネ町副町長小脇孝則様、教育委員会教育長菊永敏郎様、本日はありがとうございます。 JAXA 所長船坂義則様、南谷出身です、よろしくお願いします。南谷町総務課長羽生博之様、おめでとうございます。南谷町管理課長松山素直様、どうもおめでとうございます。南谷町社会教育課長浜田真一様、おめでとうございます。町議会議員平畑剛様、おめでとうございます。九市徳永春夫様、九州
古市勝人様。ありがとうございます。九死肥後美穂子様。以上で代理の皆様の紹介を終わります。Yeah.
周年記念式典を終わりたいと思います。一同礼。ありがとうございます。私よりも何を、もう感無量じゃな、本当に。いや、私は鹿児島から、はい、本当に、もう年が73だから、60年以上前やな、うん、いや。自分が年取ったのを感じるとともに、継続は力なりというか、そう元気もしてますが、はい、感想というか、感想。私は18年生まれだから、うん、何年になるかな、うん、もう 今81歳やから、この3人81歳、18年生まれでね、わしらの学校の時にはね、こんな立派な学校じゃなかった、木造のね。その頃はね、100何名だったんですよ、うん、120か130ぐらいだった。それで校舎もね、両方にあって、こっちの校舎が1年生から3年生、こっちが4年生から6年生でね、それで木造の校舎で、冬はもう風がね、この沖縄だからね、入ってくる風が床を通って寒いね、みんな裸足でね、学校に来るみたい。結局学校が木造にしても出てね。YouTube で流れますよ。ちょうどこの頃、はいはいはい、またなんか同級生ですが、ちょうどこの頃、この間ですね。あ、そうですか。はい。ニーズが一応多い時期ですね。はいはい、でした。はい。それで、まだ学校の校歌もその頃がありませんでした。そうですか。はい。はい、この頃はですね、はい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 、インタビュー何年ですかって何年か先輩方通してすいませんけど、そうですね、感想ですか。私も 20年ぶりに来たんですけども、やっぱりもうだいぶ皆さん、なんか顔も全部変わってしまうんですね、なかなかもうちょっとわからないんですけども、もう本当に良かったと思いますね、はい。え、卒業？何年前かな？結局50年ぐらい前かな？そうですね。その頃はまあ結構人数も。200名ぐらいですね。全体の全校生とかですね。皆さんどうもお疲れ様ですね。お疲れ様です。ありがとうございます。あの記念式典もあったんですよ。感想などもちょっと聞かせてください。いやー、よかったよね。何年前に出したんですか。昭和40年、30年だから、40年やから、36歳からです。37歳。
あ、37年から、ね、すいません、37年から。この頃は貧乏多かったんですよね。いや、俺たちは少なかった。あ、そうなんですか。俺たちは30人30名、31名、うん、その時は姉ちゃんなんかは多かった。41名、ね、そうそうそう、私なんかは14と16かな、はい、もうみんなね、もう3年ぐらいかけてるかな、あとはまだみんな偉いですね、記念碑を作るなんて。お疲れ様です。あとで編集も大変でしょうけども、頑張ってください。うん、はい、うん、いや本当ね、こういう催しあって本当良かったよ。うん、何年ぐらい前に在籍しておったんですか。35、6年かな。はっきりしてな、これはもうボケて。すごく人数も多かった時代ですね。そう、一番多かった時、2クラスあったと思ってから、小学校に入った時は、うん、60何人おったやんかな、はい、うん、今ほらこれだけしかおらんから。50周年記念式典が終わったんですが、はい、感想などもちょっと教えてください。あ、感想ですか。もう私たちが対応が多かったことなんですよ。あ、そうですか。卒業記念に、はいはいはい、あの親たちと、はいはい、あとはなんか青年団とかもみんな協力もらって作ったんですよね。それから何名ぐらいおったんですか。児童数、うちのクラスだけで28名が29名だったんですよね。少なかったんですけど、でもだからそれがずっと残ってて、対応がっていうのがあるから、すごい、はい、記念になりました。はい、本当記念になりました。良かったですよ、来て。ありがとうございます。いえいえ、どうもお疲れ様です。ありがとうございます。記念式典も終わったんですが、ちょっと感想などを見てください。なんじゃ、もう私も70年ぐらいぶりは、もう起きてなかったのよ、はいはい、何十年って、もうびっくりした。よかったです。昔を思い出すような涙が出てきてね。何年ぐらい前に在籍をしたんですか。在籍は。いいね、あのほら山田真知子先生とか、はい、篠田子先生とか、鎌田先生とか、一番最初1年生の時は、はい、大脇京子先生ってね、はい、で2年生の時は牛野良子先生、で3年生の時は大脇真知子先生って、今徹兄さんの奥さんだったかな。で5年生の時は3子が大脇さん、それから5年生の時後ろ坂先生、6年生の時鎌田先生だったのに、ね、関心だな、先生の名前全部覚えてるから。あ、まあ、なんとか覚えて、3年生の時にね、山田真知子先生、山だったからね、その山で学習をして、社会科勉強したことをね、思い出したら涙が出てきて、思い出したな、はい、楽しい思い出ですね。本当にいい思い出でした。先生もこれ生きとったらなって、もう最近亡くなったもんね。もうこれが一番思い出に残りますがよ。本当に今日はお疲れ、まあ、ご苦労様でした。どうも。ああ、もう非常に良かったです、うん、大変本当に貴重な体験させてもらいました。何年くらい前に卒業しておったんですか。昭和でも何年卒業かな、36年やな、昭和36年卒業、うん、ということは、もう60、え、何年前や60何年前、77やから12歳を引くと、うんうん、どっか50だよ、本当に。はい、感想などもちょっと聞かせてください。感想は、写真撮っ
ぶりや。久しぶりにお友達に会いました。楽しかったね。大変失礼なんですが、今から何年ぐらい前に座席取ったんですか。71年の時、こっち前にここの学校に入学しました。入学したわけですね。はい、そうです。71年前。その時、動物園何人ぐらいおったんですか。24人。24人。はい。うちが少なかったね。一級下にと50人いたで。あ、そうなんですか。20何人になったらちょっと少ないですよ、やっぱりね。そう、すごい。ね、15年まではね。はい。大体ほら、平均的に30人ぐらいおったりするんだったね。そうそうそう。自分たちは少なかったね。少なかったね。そうそうそう。女性が多かったから。14人の10人だったから。私が10人でね。多数付けとつく。女子は、メスブレ。はい、ものすごいでした。もう60年ぶりに福岡から帰ってきて、非常に子どもたちも元気はつらく、大変有意義な会だったと思います。まあ、今後また新しい時代を作ってほしいと先輩としてはそう思ってます。どうもありがとうございました。ちなみに、はい、何年ぐらい前の、ここに昭和37年卒業生ですから、はい、児童数が一番ピークの時です。245人、それがピークでしたね。はい、それからもう今何分の1ですかね。10分の1ですね。まあ、地方に行くとみんな過疎化で困ってる。で、僕自身が中学校の教師で、はい、福岡市の中学校の社会科の教員もやって、で退職して今はもう悠々自適という生活、はい、たまたま招待来たので喜んでまいりました。はい、後輩頑張ってほしいと思います。で、はい、留学生もね、なんかいろんなところから来て評判もなかなかいいんで、ここに残ってます。はい、どうもありがとうありがとうございました。はい、失礼します。お疲れ様ですよね。ありがとうございます。本当苦しくても分かるんですけども、ですね、もう150周年記念なんて、もう学校のすぐ下なんで、こんなにね、もう盛大な式典、本当ありがとうございます。これも地域と、PTA 皆さんのおかげと思います。おめでとうございます。ちなみに何年前に在籍取ったんですか。何年前か知らない。 何年前に在籍かな。昭和45年卒業や。45年卒業。45年が中学校で、48年が高校で、42年か42年か。もうあまりに70です、今年。時の祝いでございます。70です。だけど、あの年齢の多い時期ですよ ね。そう、32ぐらいかね。32名、32名ですね。はいはい、男が16か15、女が15、男が17。さあ、皆さんお疲れ様ですね。はい、どうも。記念式典も終わったんですが、感想などもちょっと聞かせてください。感想、ちなみに皆さんたちは何年前に在籍してたんですか。60年は過ぎてます。はい、74歳。ということは、児童数もかなり多かった時ですね。あ、いや、そのかなり数が38やったな。入ってきようか。一番多かった。一から38。うん。ああ。まあ30ちょっと、30から40人じゃ。まあ、結構その間。多いですよね。我々よりも2級先輩が50何人おった。受けたから。楽しい学校生活でしたか、先生。はい。もう私なんかもう切り上げのことを思えばね、もう涙が出るよ。もう本当に良かった。もう私はね、自慢なの。平山で育ったっていうので、私は種子島の平山ってちっちゃいところで言うよね。で言うの、もう岩っていう。すごく自慢。ありがとうございます。はい。